歓迎看板1890年の市内地図タウン広場の一部、ワイズ軍庁舎、軍と市内での最高地点にある軍庁舎とは、メインストリートの向かいにあるマクマレーゲッティス、ビル退駅兵記念市民会館、アメリカ国道380号線の西に位置する、ディケーターは、アメリカが州国テキサス州北東部、ワイズ軍に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。ディケーターは、 ダラス・フォートワース大都市圏に属している。フォートワースからは北西に25マイル、ダラスからは北西に45マイルに位置している。2010年の国勢調査では人口6042人だった。1856年にワイズ軍が設立され、この時テイラーズ・ビルが軍庁所在地に指定された。初期の開拓者であり、テキサス州議会議員だった。 アブサロム・ビショップがホイック・トインだったテイラーにちなむ名前に反対し、1858年に海軍の英雄、スティーブン・リケーターにちなんで、リケーターと改名するよう手配した。1857年、郵便局が開設され、同年には最初の学校が開校した。1860年代初期、軍庁舎が建設された。北テキサスに入った。 初期開拓者は様々な東部州から来ており、約半数のみがディープサウスから来ていた。その結果、南北戦争の間も北部の側に組みする者がおり、彼らに対する暴力沙汰も多かった。その中でも1862年10月、北部同庁者数人が逮捕され、反逆と無本の容疑で裁判にかけるために近くのゲインズビルに連れて行かれた。 逮捕された中の7人が公主刑となり、さらに14人が裁判なしで公主された。その数週間後、北テキサスのいくつかの町で、さらに多くの北軍支持と疑われた者たちが裁判なしに公主された。その中には、リケーターの5人も含まれていた。これは、ゲインズビルの大公主事件と呼ばれ、アメリカ史の中でも最大の単一時刑団暴力事件となった。 1860年代後半までに町は店舗数軒とホテル一軒が建てられていた。1862年、ホートアースデンバー鉄道が町を通った。さらにバターフィールド・オーバーランド郵便ルートにも加えられた。1864年、ワイズ軍のオールドセトラーズが最初の会合を開いた。これが毎年の伝統行事となり、7月最終週に 再開行事が繰り返し行われている。1898年、リケーターバプテストカレッジが設立され、テキサス州では最初の2年生高等教育機関となった。1965年、このカレッジがダラスに移転した。元の管理棟が現在は、ワイズ郡歴史遺産博物館となり、市内でアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される5カ所の一つに、 なっている。ワイズ群庁舎は、テキサス州の群庁舎を多く手掛けた、建築家、ジェームズ・ライリー・ゴードンが設計した。1896年に完成した、この建物は、ゴードンの特徴的な設計であり、炭の入り口を使って、風を入れ、中央のアトリウムが、煙突のようになって引き込まれて、換気が良くなる。外観は、テキサス赤見影石であり、テラコッタの装飾がある。 ピラミッドに近い外観は、南フランスにある千年前の教会に近いものがある。この建物は、姉妹建築である枠佐八市にある群長者と共に、ゴードンのリチャードソン様式ロマネスク作品の長尾と称賛されている。これもアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1962年、トミーザ・トムトム,トムズのギター奏者エリ。 ウェインヒルとドラマーのジョエル・コルバートがそのオープンカーでリケーター市南部を通る修道114号線を走行中にジャリ運搬トラックと正面衝突して死んだ。1980年カントリーミュージック歌手のチャーリー・プライドはリケーター市上空で飛行機同士の衝突に巻き込まれたが生き残った。この事故では二人が死亡した。アメリカ合衆国国調査局によれば 地域全面積は7.0平方マイルであり、すべて陸地である。標高の最高地点は、軍庁舎が立っている場所である。この地点に立てた糸は、インディアンからの攻撃や襲撃に備えて監視し、回避できるようにするためだった。リケーター地域の気候は、暑く湿度の高い夏と、外して温暖から、冷涼な冬が特徴である。 ペンの気候区分では温暖湿潤気候に属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年8月、エンターグリス社がリケーター市のポコグラファイト社を買収した。この企業は半導体に使う特化したグラファイトと炭化シリコンの供給者である。他にも放電加工機、ガラス瓶、生物医学、宇宙工学。 大体エネルギー応用に使われる。リケーター市の公共教育は、リケーター独立教育学区が管轄しており、ワイズ郡では最大の地区である。高校1校、中学校1校、小学校3校が入っている。2010年から2011年の教育年度では3011人の児童生徒がいた。ウェザーフォードカレッジがリケーター市内に文庫を置いている。 ありがとうございます。